中書霊は中国の全漢から秋夜にかけて存在した官職名。館内の中書霊は内定の秘書長であり、官官が就任し、官官となった芝仙も就任した。選定以降、側近として徴用され、中書霊の広行きや、意思権が権力を握った。しかし、制定の時に廃止された。その後、義の文帝の時代に復活し、 判官ではない皇帝の側近が就任した。さらに、中書霊の役所である中書省が創設された。当初、中書省の長官は、中書官と言われ、中書令はその時間であった。精神期の管理目録に、中書官に、順次へ、中書令に、は、という記録がある。随と当初には、皇帝が出す商勅の起草を行うという役職から、非常に強い権限を持ち、 実質的な最小職となっていた。当の体操の知性では、中所令は参議調整などの名で国政に参与するようになり、同中書門下三品もしくは、同中書門下閉賞時を兼任しない最小には、実質的権限がなかった。北宋になると名誉職となっていたが、現代には名前だけを流用されて、行政の最高職になった。その後、 皇帝独裁を目指す名の公部帝によって廃止された。中書令の中は、近中の中であり、日本の律令制においての中塚佐賞の長である、中塚佐教の官名にも使われた。ありがとうございます。